いくつを、まあ、僕は非常に難しいものがあると思うんですけれどその辺のことについて、えー、っとあの耐震工事はどういう基準まで満たすということの基準で作られたというのをちょっと改めて補強工事ですねあのずっと2か月ぐらいかけて678、はい、となさっていたと思うんですがこれ何らかの基準を作ってなさっていたと思うんですが。 えっと、その数字としては、改めて教えていただくことはできますかはい、えっと、ちょっとあのデータ等は改めてお提示させていただきますけれども、全体としては大きく3つございます、えー、1点目はあの今回、実際に東北地方太平洋気地震が起こった際に、えー、原子炉建屋は大丈夫だったのかという,ような点については、こちらはあの解析の結果とおできる限りの目視点検の行った結果、特に本心で、えー 建物それから機器配管系が損傷してないというふうに判断していますでその後3号機から回り込んだ水槽ガスによっ 4号機の建屋は4階、5階のところが爆発したわけでございますけれどもその爆発した後の状態を模擬して、まあ、耐震評価を行っています使いましたあの地震動はいわゆる将来起こるかもしれない基準地震動を使って、えー、耐震評価を行いましたけれどもこちらでも建物、危機器配管系についてはあの十分余裕があるというような状況でございます。それでもまだあのあ 建屋がああいう状況でございますので使用済み燃料プールがさらなる余裕を確保するということでプールの底に支持支柱とコンクリートで固めるという工事を行っております。 えまあこの工事の結果といたしましては、大体あの強度としては2倍程度に上がったものというふうに推定しておりますけれども、ご質問にあったような、そもそも SS でどれくらい耐えられるのかというところについては、ちょっと具体的な数字をあの報告書からあのご提供させていただきたいと思います。2> 2倍というのはあの 爆発の後のその現状に比べての2倍ということですね、はいそうです爆発の後の,の現状のいわゆる建物、要は壁がない状態ですとか、柱がない状態で、えー、耐震評価を行った結果から見て、えー、2倍程度のまだあの余裕がを今回作ったということになります。 あの数字が出すのは難しいのは分かったんですが要するに、えっと、全く何もなかった状態のらの4号機に比べれば少なくともそれよりは強いとはとても考えられないと考えていいんでしょうかんといわゆる更の状態から見てですね、あの当然、建屋があの爆発しておりますので、ね、当然、弱くなってますけれどもあのその弱くなった状態で、えーあら 強い地震を過信したとしてもあのいわゆる、えー、基準、許容応力を随分下回っておりますのでそういう意味ではあの今後、大きな地震が来ても建屋が崩壊するですとか、えー、プールの底が抜けるという,ようなことはなかろうというふうふに思っています、それに加えて今回あの、プールの底に支柱とコンクリート詰めを行ってさら、えー、なる誘導を確保したという,ような状況ですあの仮の話ばかりで恐縮なんですが仮に、まあ、大きな地震が来て例えば水漏れが始まった場合 これはどのような対策を今考えられているんでしょうか。はい、あの水漏れに関しましては、二通りの補給方法を今考えています。あの。 現在あの、使用済み燃料プールに関しましては、循環冷却という形で、えー、一次系、二次系という形でループを組んでおりますけれども、あのプールの水がどこかが抜け始めたということになりますと、あの一次系のループの,、まあ、あのプールに入る方に対しまして、えー、ホースをつなぎ込んで、そこからあ消防車等で、えーまあ、注水を行って、水位を確保いたします。えー、またたたそうういいいっっ建物の中ののの中配管類が使えないといったようなとよ場合にはあの現在発電 の中で待機しておりますコンクリートポンプ車を使いまして、えー、なんて言いますか、あの上からあの注水を行うというような状況でございますあの注水は容易にわかるんですが、漏れを止めるというその放射性物質が入っている水が漏れ始めたときに、その内側から何か,何かを投与して止めるとか、そういうようなことは今、何か考えられているんでしょうかと、あくまでもの話なんですが。 えっとちょっと確認させてください、ただあのプールそのものはいわゆる耐震クラスが高い設備でございましてあのいわゆる地震で何か割れるですとか亀裂が入るですとかこが抜けるということはあの,の限界に対しましては十分余裕がある状況です、したがいましてあの、まあ、プールに亀裂が入った場合に、えー、内側から何とかして水を止めるというよりもあの失われる水の方を補給する方を今は考えています。 はい、わかりました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。えっ、ー、とそれでは引き続きましてご質問いかがでしょうか。よろしいですか。あのでは後ろの方どうぞ。東京新聞の深瀬こと言います。すみません。えっ、ー、と凍結。